今回のレッスンは、自宅でできる、簡単な練習方法なんですが、まあ練習自宅で、まあ、もちろん球が打てるような環境の人はいいですが、まあ、大半の方が、家庭内でボールを打つことができません。アイアンでもドライバーでも、このようにボールがどうしても下にあるのですくい打ちになったり、また体がこう突っ込んでみたり、いろんな癖のあるスイングの方がいらっしゃると思います。そんな時に、素振りで、まず脇を締めた状態ですね、脇を締めた状態でおへその高さで簡単にこうヘッドだけを動かして横にこう振ってみましょう。そうするとここに、正面にボールがあると思ってヘッドをこう振ってあげると、これが自然な右手のリストターンになります。この自然なこのリストターン、これが横で振るとできるんですが、下になって皆さん素振りをするとどうしても手がそのまま上がってしまったりしてしまうので、横の素振りをしながらこれを少しずつ下げていって、下になっても同じように手が動くようになってくればヘッドは前に動いてくれます。そしてあと一つ、大概の方が、だいたい体が割れてしまって開いてしまって右足体重になりがちなので、素振りをするときに右手一本で持って、軽くでいいですからヘッドを振ってあげましょう。自分の体の右半身が一緒に左の体半身に乗っかるようになってきます。右手一本で素振りやった時に右足体重じゃこれを素振りはすごくしづらいはずです。ですので右手一本でヘッドを大きく振ってあげると体の回転っていうのが正しい回転になりやすくなってきます。これは今回ドライバーでやってますが、例えば短い棒でも結構です。家の中で持って右手一本だけで振ってあげると、右サイドっていうのがしっかりと動いていくようになってきます。こういう練習方法、これを、ご家庭でぜひやってみてください。そうするとスイングの軸っていうのが安定してくるようになってきます。ぜひ参考にしてみてください。脇を締めた状態でおへその高さで簡単にこうヘッドだけを動かして横にこう振ってみましょう。正面にボールがあると思ってヘッドをこう振ってあげると、これが自然な右手のリストターンになります。横の素振りをしながらこれを少しずつ下げていって、下になっても同じように手が動くようになってくればヘッドは前に動いてくれます。素振りをするときに右手一本で持って、軽くでいいですからヘッドを振ってあげましょう。自分の体の右半身が一緒に左の体半身に乗っかるようになります。体の回転っていうのが正しい回転になりやすくなります。